グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。108枚目の作品はセザンヌのリンゴとオレンジです。では番組監修の藤久先生からお話を伺いましょう。藤久です。この最も有名な静物画を描いたポール・セザンヌは19世紀末の巨匠で新印象派と呼ばれましたね。彼は最初はモネやルノワールたちと共に行動していたのですが、創作の考え方の違いから印象派の画家たちとはたもとを分かち、1880年代にはパリを離れて故郷のエクス・アン・プロヴァンスへ移って独自の絵画様式で新しい表現をするようになるんです。なので新印象派と呼ばれ、やがて現代絵画の父と称えられるようになりましたね。出ました、現代絵画の父。前回のセザンヌ紹介の時には語られなかった現代絵画の父とは？セザンヌが見出した新しい表現、それは描く対象の生物を多角的に見て描いたことなんですね。多角的に見る？ちょっと先生、そこちゃんと教えてください。人間の目というのは本来物を立体的に見ているんですね。それを表現するために上からも下からも横からも多角的に見て描いたんですね。よくわかんない、なんかめまいがしそうだわ。グローバさんわかる？リンゴやオレンジがあっち向いたりこっち向いたりして見えるっていうことだと思うんですが、リンゴを乗せた皿が斜めに見えたり、テーブルが傾いて見えたり、水差しの中身が見えそうだったり、一つ一つがとてもアンバランスなんですが、絵の中では不思議な調和が生まれ自然に見えてくるんですね。これがピカソやブラックがやりだしたキュービズムという表現になっていくんです。だからセザンヌを現代絵画の父、20世紀絵画の父と呼ぶようになったんですね。セザンヌがリンゴでパリを驚かせてやるって言ったのはこの絵のリンゴのことですか？そうです、その通り、パリは驚きましたね。この作品を発表した当時は賛否両論だったんですが、セザンヌは自分の色彩構造を描き続けて少しずつ評価を得ていきますね。パリの若い画家たちがセザンヌのエクス・アン・プロヴァンスモーデをしたと言われてますね。ピカソやマティスが絶賛していますね。そしてキュービズムが生まれたんですね。先生、キュービズムって一体何なんですか？安井先生、それはまた次の機会にしましょう。では最後にクラシックソムリエ田中康さんから今日の音楽のお話をお願いします。今日の音楽はヨハン・セバスチャン・バッハの平均律クラビア曲集第1巻から第24番のプレリュードとフーガです。クラシック音楽における旧約聖書と言われる平均律クラビア曲集は後に続く作曲家たちに大きな影響を与えています。ちなみに新約聖書と呼ばれているのはベートーベンの32曲のピアノソナタです。